イェリタ・ヤン・ザモイスキは、ポーランド・リトアニア共和国のマグナート、ザモシチ氏の建設者で、同氏の第一代オルディナト。1566年より、宮廷秘書、1576年より、王国奉還、1578年より、王国大奉還。1580年から1585年まで、クラクフ市の総代官、さらにベウス市、ミエンズイジェチ市、クシェシフ市、クヌイシン市、デルプスク市の代官も務めた。ジグムント2世、アウグスト王とステファン・バートリ王の最高政策顧問であり、彼らの後任であるジグムント3世バーサ王の最も強力な反対者であった。ザモイスキは同時代で最も熟練した外交官かつ政治家であり、当時の共和国の政治における重鎮であった。彼は国政の場においては、ポーランド王国の名君ジグムント2世、アウグスト王及びステファン・バートリ王の絶大なる信頼を得て、王国及びポーランド・リトアニア共和国の黄金時代を確立した、まさに大宰相であった。社会運動家としても、精力的に活動、古代の共和制ローマを参考に、立憲君主制の確立を目指し、主に中小シュラフタを集めて、リコ運動と呼ばれるシュラフタ民主主義の社会運動を主導した。また数々の武勲を立て、当代きっての名将としても欧州に名を馳せた。立憲主義を表すものとして、17世紀に確立したイギリスの政体に関して頻繁に使われる国王は君臨すれども統治せずの言葉は、本来は、このヤン・ザモイスキの言葉であり、彼が16世紀に確立した、ポーランド・リトアニア共和国の立憲政体を表したものである。ヤン・ザモイスキは1542年3月19日に、スタニスワフ・ザモイスキとアンナ・ヘルブルトとの間に、スコクフカで生まれた。13歳より国外留学し、イタリアのパドバ大学では法律を専攻し、法学博士号を取得。さらに、パドバではカルバン派プロテスタントからローマカトリックに改宗した。1565年に共和国へ戻った。彼は学生時代から政治に深い関心があった。パドバ時代の1563年には古代ローマの元老院についてという小冊子を表している。その中で彼は共和制ローマの立憲主義的原則をポーランド・リトアニア共和国に応用することを求めている。1565年にポーランドに戻ると、彼はジグムント2世、アウグスト王の秘書官となった。1567年には、有力貴族のスタジホフスキ家が所有している土地は一部不法占有であるという判決に基づき、判決を不服として武力で抵抗しているスタジホフスキ家に対して、当該地の没収執行のための特別タスクフォースを指揮している。1572年にヤギエを朝が断絶し、国王選挙が行われることになったが、全シュラフタの選挙権と多数決の原則を守るために、彼は自身の政治的影響力を行使した。この時彼は、選挙制度という小冊子を自ら表し国内に配布している。彼は、ミコワイ・シェニツキとヒエロニム・オッソリンスキと友人関係にあったため、共和国における中小貴族の党派の重要な指導者の一人となった。この党派が求めていたのは共和国の制度改革であり、リコ運動という社会運動を指導、黄金の自由の原則を中小シュラフタの主導する、立憲政治及び議会政治の形で守ることを目的とした。そのためザモイスキは中小シュラフタの筆頭五民官と呼ばれた。1573年の国王選挙で、すべてのシュラフタが選挙権を持つという権限委任の原則を支持した。共和国に野望を抱くハプスブルク家の影響を未然に防止しようとする。彼は第1回投票ではヘンリク・バレジに投票した。一方、中小シュラフタからなる彼の党派に対抗していたマグナートの党派はハプスブルク家の分家の人物を推していた。その時当選したバレージが後にポーランドの宮廷からフランスへ逃亡したため急遽行われることになった1575年の国王選挙ではハンガリー人のステファン・バートリを支持した。バートリもまた、ハプスブルク家に対抗していた人物である。バートリは、ハプスブルク家だけでなく、オスマン帝国の影響力にも呼応しており、ザモイスキは、バートリの政治スタンスを支持、共に、中央集権の強化を目指した。共和国のマグナートの一部が首謀して1576年に引き起こし翌年まで続いたグダンスクの反乱の鎮圧に際してはバートリ王を強固に支持し、その立場はぶれることはなかった。1578年には36歳の若さで王冠領大法官に任命され、1579年から1581年に行われた対モスクワ大公国戦争の準備において、自ら保有していた400人の私兵を国家に提供した。ザモイスキは、兵法にも深い造詣があり、常に最新の軍事技術に精通していた。彼は、バートリ王の援助を得て、当時の王冠領大、ヘトマン・ミコワイ・ミエレツキの権限を一部委譲され、ミエレツキが遠方にいて、不在の時はこれらの執行を任された。対モスクワ戦争では1580年にベリジ市を攻略、続いてベリーキエルーキ要塞を包囲陥落させ、さらにザボロツ要塞を獲得した。1581年8月11日、ザモイスキは王冠領大ヘトマンに任命された。王ヘトマン職は前任の王ヘトマンが没した後に任命されるのが原則であるが、ミエレツキは存命中で、ザモイスキの昇進は非常に例外的なケースとなった。1586年にステファン・バートリ王が没した。ザモイスキはジグムントの王位就任を助け、オーストリア対抗マクシミリアン3世を担ぐ一部、貴族たちの勢力と戦って、これを退けた。マクシミリアン派はクラクフ市を攻撃したが、ザモイスキはこれを守りきり、さらに1588年には、ビチナの戦いでマクシミリアン派を壊滅に追い込んだ。ザモイスキはマクシミリアン本人を追ってついにこれを逮捕、拘束し、ポーランド王位の野望を放棄することを約束させた上で釈放した。しかし、ジグムント3世王が露骨に絶対王政を施行するようになると、ザモイスキは反対派に参加した。ジグムント3世王は自らが王位継承権第1位であった。スウェーデンの王位戴冠を目指し、こともあろうに、ハプスブルク家との関係を急速に緊密化した。さらに国内では、ザモイスキらの率いる改革派に常に対抗していた、主級派に近づいていった。ジグムント3世は、ザモイスキの政治力を恐れた。しかし共和国の法律では大法官と王ヘトマンに対する、罷免権は王には与えられていなかった。一方、ザモイスキは、ジグムント3世王は共和国を狙う外国勢力の将棋の駒であり、無知な外国人に過ぎないと喝破していた。当時のローマカトリック教会と特にイエズス会は共和国における宗教的不寛容を広め、ジグムント3世はそれを支持していたが、反対にザモイスキは宗教的寛容の伝統の維持を訴えた。ザモイスキはオスマン帝国などといった現実の脅威が迫っている中、スウェーデンの王位をめぐる争いなどという無駄なことに共和国を巻き込むべきではないと警告した。ザモイスキの政治は当時のヨーロッパに絶対主義が広まる中、この流れに対抗していた共和国の合議制の立場を形作っていた。王と大法官との間の確執は1592年の王国国会で顕在化した。ジグムントがハプスブルク家に対しポーランド王位をハプスブルク家に譲る代わりに、ハプスブルク家がジグムントのスウェーデン王戴冠を支持するという密約を交わしていることをザモイスキが突き止めたのだ。ザモイスキはこのジグムントを大位に追い込むことに失敗したが、一方で対トルコ政策上非常に重要な意味を持つモルダビア、マグナート戦争における全権を獲得した。ザモイスキはモルダビアを共和国とオスマン帝国との間の干渉地帯にし、より持続的な平和を確保しようと計画していた。1594年には、モルダビア南部国境地帯へのタタール人の侵入を食い止めることに失敗したが、翌年には、ツェツォラの戦いでザモイスキ率いる約7000の遠征隊は、オスマン帝国とクリミア半国の連合軍25000に圧勝、公のイレメア・モビリアをモルダビア大公につかせている。1600年には前年にモルダビアに侵入しこれを占領していたワラキア公かつトランシルバニア大公のミハイユカン公と交戦、ブコバの戦いにてこれを打ち、イエレミアを再度モルダビア大公位につかせている。ザモイスキはイエレミアの弟シモン・モビリアをワラキア公にもつかせている。ザモイスキはこのようにしてドナウ川中流域での共和国の影響力を拡大した。1600年から1601年にかけてザモイスキは対スウェーデン戦争に参加、リボニアにおいて共和国軍を指揮した。ザモイスキの率いる方面軍はそれまでに侵入していたスウェーデンが拠点としていた場所を次々と奪還。1601年12月19日にはボルマール要塞、1602年5月16日にはフェリーン要塞、同年9月30日にはバイセンシュタイン要塞を陥落させた。この精力的な一連の軍事行動は一方でザモイスキの健康を損ねた。彼は現場の司令官としての任務を退いた。1605年6月3日、共和国とスウェーデン王国との激闘が続く中、脳梗塞で急逝した。ザモイスキ家のうちポーランド史において、重要な人物ヤン・ザモイスキが建設した世界遺産の町。ありがとうございます。